そばこんばんは。毎日猫ちゃんドレミファンピメ。ピアノ教室はピアノ演奏の基本から、あ、楽しさ。自信を得る。人は自信を得るために努力も重ねます。努力とは見えないところで少しずつ練習を重ねると必ず自信にもなります。失敗は成功のもと。何でもやってみることはとっても子供チャレンジでございます。チャレンジ。通常左手というのは非常に動きづらい指です。練習曲が難しいときは右手だけ左手だけ分けてゆっくり練習してみてください。練習曲が難しい、ドクフが難しい、これは必ず克服できます。ちゃんと生徒さんもちゃんと書くと言って、平音記号もちゃんと書くように、ちゃんと正しい姿勢で弾けるようになってきました。ポジティブに自信を持たせる励まし方、言葉がけは大切になってくると思います。おかげさまで小学校の女の子もちゃんと初見力もついて、聞く能力、絶対音感もついてまいりました。先生の真似をして歌う、弾く、歌う、あ、弾く、歌う、弾く、歌う、弾く、真似っこが一番でございます。例えばです。先生の真似をして歌う、真似っ
こから始まると思います。まずワンフレーズ、これが一番でございます。それではまた。